is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world in every place. It's the things that you do, and it's the smile on your face. Hi, アクティブ感ヒサです。皆さんこんにちは。今日は兵庫県にある兵庫県養父町にある、日本の滝百選に選ばれている千滝に来ています。今日ね、混んでるか、紅葉がねすごい綺麗なんで混んでるかなと思ったんですけど、今日土曜日なんで ね全然上の方の駐車場、登山口から一番近い駐車場ガラリンコですね。誰も、今ね一人人が降りられたんですけど、はい、今日はゆっくり行けるかも、あまり人とすれ違わないかも。でちょっとねクマが出るかもしれないんで、一応今日このモンベルのクマ鈴つけてきました。怖いんでね。じゃあ早速今日もね手持ちで撮影したいと思います。本当にね綺麗なんですよ。もうここ来るまでがすごい綺麗でしたね。はい、足元はこんな感じで、全然登山の格好じゃなくても来れますっていうか、来てる人が多かったです。去年の夏は本当はね今年の5月に友達とね来ようとしたんですけど、前シーズンの雪がすごい大雪で、一部登山道がね通れなくなってたみたいで、なんか橋が壊れたかなんかで、それでずーっと来れなかったんですけど、先月ですね、10月の中旬に治って来れますよってホームページに出てたので、紅葉に間に合ってよかったです。来れてよかったです。やっぱ喋りながら登るとしんどいな。よいしょ。Coming home.
駐車場まで降りてきました。ね、もうほら駐車場がいっぱいですね。今もう12時40分くらいなんですけれども、まあいろんなたくさんの人とすれ違ったので、駐車場はこんな感じになってます。だからね、駐車場からちょっと降りたところにお手洗いがあるので、お手洗い行って、あ、ここにもあるんですけど、下のお手洗いの方が綺麗ので、下のお手洗いに行って、レストハウスが空いてたらそこでお昼を食べて帰りたいと思います。はい、今、先ほど止めていた駐車場から少し降りてきたところに、います。ここは、お店の名前忘れたな、レストハウスケンダキかなというレストランがあって、その奥がお手洗いとなっております。ここのね、お手洗いすごい綺麗のでね、皆様来られた際ここでお手洗いされてから登ってください。今からね、私もお手洗いを済ませて、ここのねレストハウス天滝で、ランチをしてお家に帰りたいと思います。ね、下の方のモミジはすごい綺麗なんですけれどもね、はい、ここもねすごい綺麗。ちょっとねやっぱりね、上の方は紅葉終わっちゃってましたね。前の西口さんといい、ちょっと紅葉今年は私はちょっとタイミングが合わなかったですね。はい、下の方はこうやって綺麗ですね。ぜひ兵庫県お越しになられた際は天滝寄ってください。